おー食ったいいフッキングが、うん、皮は1枚だけどねやったあと釣って、はい、こんにちは、ティムコの田崎です、今日ですね、栃木県にあるほうき川に来ました、まあ、見ての通り今日一人じゃなくて、特別ゲストに来ていただいてます特別ゲスト、スーパー特別ですかスーパーじゃないんだけど今回もですね、メーカーを超えたコラボ企画ということでラッキークラフトの、今井さんに来ていただいてます。皆様こんにちは、ラッキークラフトの今井です。非常にねこう声がかかったんだけどやる場所ここかみたいな感じのところがあってすごくもうブランクもあるしこの川での釣りは、はい、めちゃくちゃ緊張してますまあリラックスして、はい、まあ、今井さんね、はい、メインの釣りはエリアトラウト。そうなんです。で、ラッキークラフトさんにある、クラピーシリーズとか、はい、クランクとかプラグシリーズをですね、はい、監修していただいてたり、はい、いろいろこう、はい、宣伝していく、ね、はい、活動してる方ですね、はい、きっと皆さんクラピーっていう、そうですね、クラピーは皆さん使っていただいて本当にありがとうございます、はい、渓流マンの方でも知ってる方結構多いんじゃないかなと思うんですけども、はい、はい、そんな今井さんと今日このホウキ川を釣っていこうということになっております。今日はよろしくお願いします。お願いします。足を引っ張らないようにいやもうすごく緊張してるんですはい、なんで今日ね今井さん来てもらえたかっていうと、実は今度ですねラッキークラフトさんと、ルアーのコラボをうちの方でやらせてもらって、ラッキーさんのディープクラピーの、ティムコカラーをやることになりました。すごい。で、ね、ティムコらしい色を作ろうということで、もともとは、エリアとかで主にね今活躍してるルアーですよね、はいはい、なんですけど、こう渓流ルアーとかのアイテムがうち多いのでせっかくなんでそれにねなんかちょっとこう絡めた企画ができないかなっていうことで、ラッキークラフトさんにお話持ってかしてもらって、キャッチ&リリースエリアとか、陶器釣り場って言われるエリアで、よく釣れるカラーを作って出そうっていう企画になりましたので、今回そのカラーでちょっと実調しながら、今井さんとね実調しながらね、はい、楽しく釣りができたらなっていう、はい、いわゆる今回の釣りはこのねディープクラピーの、はい、ティムコさん折りからの縛りでこうやってくるというか縛りじゃなくてもいいですけどこれメインにねちょっとねはい、はい、これメインに、はい、ちょっとね釣っていこうと思いますので、これでもね余計なちょっと話すると今設定されてるカラーは僕の経験から言うと通常のエリアトラウトで普通に普通にっていうか結構な釣れっぷりすると思 う, かなっていうのそういう予想がもうしちゃうぐらい、はいはい、のカラー設定がされてます。それぐらい言ってもらえる、結構こうね肝入りのカラーなので、実際釣れるとこ今日お見せできたらな、見た瞬間にもうね分かるじゃないですか、大体フィーリング的にみたいな、わこれでいやこれもう釣れちゃうよねみたいな、早速じゃあ釣っていきましょう。はい、はい、じゃあ今日よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。コラボしたこの折りから撮影でこの栃木県ほうき川に来てます。で、前日に横で私釣りしたんですけど、釣りさせてもらったというかねよく分かんないんで、その時はあるメーカーと言ったのは実はなんとティムコさんなんですよ。プレッシャーかかりやすいんだけど打ってみます。1投目です。多分ね浅いからディープクラピー使うんで、最初僕は今井さんの釣りをねちょっと潜りすぎちゃうから、ラッキークラフトさんの動画もご自身で今これ GoPro アクションカメラで撮られてる。でこれにこうバイトすればいいかなみたいな、いや嘘でしょこんな流れなくわお
嘘、これちょっと実際には予想してるのとちょっと違ったんだけどみたいなヒット パターンがよしよし、おー、泡絡みですよ。あ、結構じゃあ早いところドリフトさせて、そうそうそう、昨日は全然ダメだったのやったいやもうほんととりあえずホッとした一気にホッとしますね本当。じゃあ今井さんが釣れたんで僕です、僕の番なんですが、プレッシャーがかかります本命ポイントですね。よいしょ。季節はもう春過ぎなので結構ね魚もね早い流れに入ってる時期だと思いますね、こういうあのキャッチ&リリースエリアでも。で今日は、実はですね明日が放流日ということで、まあ、一番魚が擦れてて一番釣りづらい日に来てしまいました。まあ何でしょう、選んだわけじゃないんですけど、まあフラッピーと今井さんなら釣れるだろうと釣り的にはミノーとかスプーンよりも、スローになってく感じですね基本的にね。でアプローチは、まアップはほとんど僕はやらない、クロスダウン、クロス、ダウンで、しっかり、まあ、ディップクラッピー、リップが長いのでリップでしっかり水をかませてゆっくりゆっくり誘うイメージですね。いきなりうちがクラッピーのこういうカラーを作ったのっていうねとこね結構気になる方いらっしゃると思うんですけど、まあ、やっぱりこう渓流でねルアーやられる自然のこのフィールドで釣りされる方々ってやっぱだほとんどのね、本州ほとんどの川がやっぱ9月10月で禁漁になってしまうので、そうするとやっぱ冬の間寂しいじゃないですか、ね、で川にこう最近陶器釣り場とかキャッチ&リリースっていうエリアも増えてきましたし、やっぱそういうところに遊びに行きたいって言った時にもちろん普段、使ってるルアーとかで、まあ、釣りできますし十分釣れることには釣れるんですけど、やっぱもっと釣りたい、まあ、魚がちょっとあのニジマスがターゲットだったり寒い時期に釣りするっていうのでなかなかこう早い、まあ、普段使ってるちょっと早い動かし方をしなきゃいけないルアーだとなかなかこう釣りづらい場面っていうのがね多々出てくる、まあ、人も狭い区間にいっぱい入りますしプレッシャーもかかるのでなかなか釣りづらいっていう状況が、多々、あると思うんですね。僕もキャッチ&リリースとか行くとそう感じる時もあるので、まあ、そんな時に、状況を打破するために、まあ、新しいですね選択肢として、まあ、こっそりこう、まあ、プライベートで釣り行く時とかですねクラッピーとか、よく使ってたんですけど、まあ、ひょんなことからねラッキークラフトさんにやらしてって言ったらいいよって言ってくれたんで、まあ、ありがたくねこの企画がをやらせてもらって、まあ、コラボという形で、まあ、折からですねコラボというよりキムコ折から作らせてもらいました。あーかかんなかった、食いました。結構ゆっくり引っ張ったら来た。
一段降りますよ。よいしょ。おお、すごい綺麗。よいしょ。おお、バレないでくれ、バレないでくれ。いいね。よいしょ。おお、キャッチ。なんか釣れたそうです。釣れました。かっこいい。もうかっこいいですね。ドドドドドみたいな。さすがリアクションが。さすが。かっこいい。あ、ザザムシ。ザザムシ。実は僕そっちで一本かけたんだけどバレたけど足元で。あ、そうなんです、ね。ザザムシだったんです。あ、本当ですか。そう、赤金使っててなんかね、釘がね浅いのが少しあったんで。いや、ナイスフィッシュ。かっこいいね。一匹ですね。ちょっとね、今日実はネット忘れてね、サクラマスとか。ちょっと大きいねネット使ってるんでちっちゃく見えるんですけど、40ちょいちょいねありますね。かっこいいね。すごい、いい顔してます。じゃあこのままいきますね。ありがとう。達者で。達者でいいな、一言その達者でっていうのが。もうちょっと投げて、あそこ色変わってるから、あのね、水深深いんですよ。だからちょっと水深の深いところをちょっと今度は、ダウン気味に、一見浅く見えるんだけどこう深いところがあるんだよね、ちょろちょろね、ここね。あ、ここなんか良さげだけどな、ここ良さげ。ここ、おお、いいとこです、いいとこです。僕と多分おお、食った。おお、もうバラザにしてバラザバラザ、おーやばい、頼む。ね、おもろいとかって言われちゃった。おもろくない、こっちはもう必死なんだけどみたいな。おー、待ちゃ待ちゃ待ちゃ、やったー、よかった。あー、よかった。嬉しい、これは嬉しいわ。いや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 、勝ちですね。いやー、よかった。はいはい、ナイス、いいジャンプが取れました。ねえ、いい感じ、終わったなみたいな感じも今日。もう自分的にはもう抜けた今の、これ本当に、いや、いいバイトだった今、グンって。完璧です。はいはい、あ、それで火が出てる。あ、おっ、はい、すいません、ありがとうございます。いや、素晴らしかった、これ。あ、行っちゃった、行っちゃった、ごめんなさい。あ、行っちゃった、ごめんなさい。あ、やっちゃった。もう売りする。すいません、おもろいとかって。すいません。ナイスフィッシュでした。ナイスフィッシュでした。はい、大場所、赤金、赤金山の池、ビッグフィッシュを連れてきてくれ。当たっちゃった。お、食った。お、すごいすごい。お、いいサイズ。お、すげー、今井さん、すいません、すげー。おお、ビッグサイズ。あげちゃダメだ。おお、きれいきれい。おお、バレちゃう、バレちゃう。全然全然。すげえ。後ろから釣られました。ダメだって。それだ。たまたまですよ、たまたま。おお。ナイスサイズ。はい。はい、いやー。
ー嬉しい。ちょっと待ってくださいね、僕もね写真欲しくて。じゃあリリースします。はーい、またよろしくお願いします。うーわー、やられた。いや、お見事、やられました。完全に後ろから釣られました。いやいや、同じルアーなのに。あ、ジャンプ釣ってたの。あ、まあまあ色は違いますけど、同じクラピーなのに後ろから釣られた。後ろから釣られてしまったので、なんとか僕もキャッチしたいです。連発だ。おい、嘘だろ。でかい。これんなのあんのかよ。でかそう。嘘でしょ。いやいや、そんなことない、そんなことない。でかそう。いや、元気。おお。嘘でしょ。いや、強い、これ強すぎる。あんなの大きくないよ。すげえ。色変えた。あ、変えたんすね。うん、あの赤金のやつ。おい、俺、僕さっき投げたんだけど。さすが。違うね。違う。いやいやいや。赤金だ。すげえ。おい、いい、いいニジマス。よし。おお。すげえ。嘘でしょ。自分でもなんか。いや、これ超えてるわ。よく引くと思ったら、うわ、皮一枚だわ。あ、危なかったですね。うん、いや、反転竜のとこ入れたのよ。あ、そうなの。あん中で食っちゃった。さっき投げたのに全然。僕もその色投げたんだけどね。いや、すいません。参りました。ドピーカンだし、もうどうなることかと思ったら、今日のがなんかいいんじゃん。昨日のロードアイテム。いいフッキングが。うん、皮は1枚だけどね。うわ、じゃあ、あ、おう、リリースで。はい、リリースします。参りました。まだ行くんじゃないこれ、ここ。こんな感じがするんだけど、これ僕より今井さん撮ってもらったのね。よく、はい、はい、はい、じゃあね、すいません、またよろしく、ありがとうございます。すいません、なんか後ろから。さすが言いますね、魚ね。おかしいな。スピードは遅いけど、どっちかというと見せてる感じかなみたいな。今の見せてるんですけどね。で、流れに入っちゃったら結構流れによってドリフトはこうするんだけど、していくんだけど、ところが今回はあっちに投げて少し駆け上がってるところ、あの斜面からそしたら、あそこでいきなりバーンだもんね。えっ、ー、って。いやー、食え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 。あー、見切った見切ったぞ。反応するぞ。追うぞ。食いそうだぞ。なるほどね。そこだろう、そこだろう、そこだろう。よし、食った。あー、ラインが吹けてダメでした。ラインが吹けちゃったよ。風が邪魔でしたね。この風はちょっと、はい、あー、マジかよ。風がもう糸が吹けてる時に当たりが来ますね。でかいっす。食いました。今井さん見てる。おお、食ったね。おいで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 。
おい、引く引く引く、よいしょやったイエーイイエーイ。やっぱりね、ちょっとね、明日放流日ってこともあってちょっとやっぱ渋いから、ちょっとこのプレッシャーに強そうな色がね、いいですね。じゃあ今度違う色で入れてみます、ね、はい、ちょっと今違う色を今井さんが投入します。やっぱりこうダウンで投げてそれで巻いてきたら、そうですね、絡んできたみたいな、はい、結構多分ね、追ってきた手前で食ったのは追い食いでしたね。そうなの。じゃあちょっとアプローチするところちょっと変えるか。まあまだいるんだろうな、これまあいるんだけど、僕はちょっと色を変えます。いたよなあさっきなあ。おお、食った、すげえ。よし、ほらほら、後ろから釣った後ろじゃないよ、すげえすげえ、後ろでカラーローテで、すごい、カラーローテで釣っちゃうんですもん。おお、ナイスジャンプ。おお、すげえすげえ、マジかよ、抜けねえ。あ、どこに、あ、ちょっとちょっと油断してあれしてバレットってやったらやられました、ね、みたいな。いや、いいサイズだった。いいサイズでしたね、うん、クーシおもろ、なんだよこれ。ファールファール、アユ、アユ、うん、今度、うん、色ザザザザ使ってるっていうから、ちょっとザザムシってカラーを入れた後に今今井さんがファールアユで流し直したらかけましたね。今井さん的に、はい、なんかこう、まあ、今日流れの中でこう、はい、クランク使ってて、はい、なんかコツというか、なんかね、心がけてることでもいいんですけど、なんかあったりしますか。心がけてること、僕だと例えば、ほらミノーみたいに動かしすぎないとか、うん、そういうの考えたりとかしますけど、流れにクランクをいかに合わせていくかなみたいな、あんまり反発させないっていうか、あからさまにダウンストリームチックなんだけど、そこをこう竿でこう、なんていうのかな、こう流れに合わせてこうフォローしながらみたいな感じで止めちゃうと、そこでこうもちろん流れていくんだけど、結構クランクにすごい負荷がかかっちゃうんで、あのバランス崩したりするじゃないですか。だからそうならないようにこうダウンで狙っててもこう流れに合わせてこうラインをこうコントロールしていくみたいな感じかな。なるほど。ああいう、なんだろうな、スリットみたいなところ、スリットじゃないけど、ああいうちょっとチャンネルみたいなところはこう竿を少し縦気味にして、うん、普通だったらターンさせてこう行くところなんだけど、はい、流れに合わせるかのように竿をこうそれに合わせて送り込んでいくみたいな感じで、はい、だからあまりこうドリフトさせないで、そのままこうそこに、まあ、ドリフトはしてっちゃうんだけどあまりこうさせないようにっていう感じのやつは意識してるかなみたいな。なるほど、うん、そういうの大事なんですね。これはね、竿を上げてるのはあげると寝上がっちゃうんですよ。こう間に、石の間に入っちゃうんで、それで竿を上げてリップを上げて、いやー、このキャッチアンドリースっていうか、あのビジマスのクランキングはね、普通川でももちろんできるんだけど、こういう本当に自然河川でできる、楽しめるっていうのは本当いいよね、これね。よし、食った食った、樋口さん、かけてんだ。うわ、さすが、ヒット。おー、粘りますね。よいしょ、よいしょ、おいで、来ますね、流れの中やっぱ入ってると。よっ、バレそうにない。
おアベレージサイズよく引いた撮影してる時にくれよ。カラーは、葉桜ですね。がっぷりがっぷりだね。そこのところ、はい、いい一匹でした。よく引きました。バイバーイ。どういった。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。まあね、良かったですね。良かった。ちょっと最初出だしちょっと渋くてどうなることかと思ったんですけど、そうまあテンポよく、ね、割とね反応がずっと続いた感じ で、 で、ね、本当ですよ。みんなね、みんなというかね、田田さんも大きいのナイスサイズ釣ってるし、いやいや、まあ、自分も釣れたし、ね、良かったって感じで。いや、こういうのが一番緊張するんだ本当に、うん。まあこういうねフィールドやっぱり、まあ、クランク聞くとは思ってたんですけどね、まあ、実際僕だけじゃなくてこう、うん、今井さんみたいな、まあ、普段使ってる方にも本当に実況してもらってね、うん、なんかこういうフィールドねなかなか来ないって言ってましたけど、どうでしょうこういうフィールドやってみて。今後なんかちょっとねアイマヌってまたこの C&R っていうかキャッチ&リリースのところ来て釣りしようかなみたいな、うん、そう、そのクランクでねやもう釣り倒すっていうか、うん、ぜひまた やっぱりなんていうの、そのクランクだから、まあ、流れに任せれば泳ぐんだけど、うんうん、でもその中でいろいろロッドの角度とか、ね、言ったけど位置とか、はいね、そういうところであと流れをどう読むかによって、うんね、魚をこう食わせる、うん、反応させるっていうところが非常に面白い、はい、やっぱりですね、うん、またミノとかスプーンと違うね、またそう、ね、違う、そう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 あると思うので、そうそう、うん、だからぜひエリアのいわゆる管理釣り場行ってる、はい、ポンド系の行ってる人もキャッチ&リリースでこういう楽しみ方があるん で、ね、うん、これねぜひチャレンジっていうかやってみてほしいなと思った。そうですね、まあ、ちょっとね、うん、太めのラインと、うん、まあ、ちょっと強めの、ね、うん、ロッド、まあ、ML クラスですね。そうですね、僕のはこれ実際にパワーの言わなかったけど、まあ、UL ぐらいのところかなみたいなところなんだけど、まあ、でもまあまあ、そう言ってもちょっと強めかな、はい、みたいなとこです、うん、はいはい、まあ、そんなタックルでね来てもらえば釣り楽しめますので、ぜひぜひ。で、で釣った魚をこうね絵で見てもらえれば、こう海の釣れんのみたいな感じだけど、あとすごく川流れてるところで釣れるんで、やり取りはめちゃくちゃスリリングになるん で、ね、はい、うん、ぜひね、まあ、皆さんそれはね楽しんでほしいなと思います、うんうん、まあ、またね機会があれば2人でクランク持ってこういうフィールド、ね、また来たいね。ましょう、だからディープラピーで今回そのティムコさんが設定したこのカラーっていうのは、はい、まあ僕は今日4色あって全部4色コンプリートしたけど、うん、っていうか釣れちゃうカラーなんですよこれ。もう間違いなく、だからこれはね僕からも一押しだし、ぜひ使ってみてほしい、これ。あ、ということなので、ぜひ皆さん本当、はい、店頭で見かけたらよろしくお願いします。本当です、はい、はい、今日一日ありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました、はい、本当お世話になりました本当。じゃあ皆さんまた。じゃあ今日の、まあ、タックルをちょっと紹介していただきたくて、はい、まあ、竿、はい、竿なんですけど、いるライン、はい、まあ、どんな、竿はですね7フィートの竿、7フィートで、まあこれプロトタイプなんですけど、はい、まあモデル名はキリークって言います。キリークライズ、おー、はい、そういう、モデル名で7フィートで、まあ、プロトタイプなんで今テスト中みたいな感じです。で、こういうハンドルもウッドスペーサーなんだけど、はい、ここはトラウトチックなんだけど、こっちはモノコックにして、うん、まあ、要は感度を上げるためにモノコックにしてますよっていうところです、うん、はい、でリールは、これ2000番のハイヤーです。ハイヤー、はい、でこれはやっぱりライン伸ばしてて今日みたいに風が出てきた時にラインスラック早く取りたいし、はい、みたいな、ね、別にそう巻きをね早くするためにやるわけじゃなくて、あのなんていうのリトリーブとかを、まあ、ラインスラックをいかに早く取ってすぐにいいラインを、ね、ああ転がすかっていうところでハイギアです。はい、はい、ラインはですね、これハイテナっていうメーカーのラインで、ナイロンなんですよ。まあ皆さんほとんど今 P がほとんど主流じゃないですか、まあまあまあ、はい、だからちょっと異色って言えば異色かもしれない本当にナイロンなんです、ね、ナイロンなんです。ただ震度が 15% のナイロンで非常に伸びが少ないんです、はい、ナイロンの中でも本当に極端に少ない、うん、極低震度のナイロンラインで感度とか、まあ、そういうのをフォローしてると。ナイロンってともすればね伸びるもんだから、なんていうの感度がねある、うん、こうスポイルされがちなんだけど、そこを低震度を使ってはい、伸びを
カバーしてると。で感度も出ると。であともう一つは、私はどっちかというと針をこう口の中に残したいような釣りのスタイルなんで、はい、うん、こう今日動画で見た通り、なんていうの、合わせてガーンって合わせてっていうよりもグンっていった時に針残してそこで刺したいみたいなところがあるんで、こういうナイロンがそういう間を取れるかなみたいな。あ、なるほど、はい、それでナイロンなんです。そうなんです。以前はね、ピーキー使ってたんだけど、結構ピーキーになりすぎちゃったりする時があるんで、それで、なるほど、はい、直結です。5ポンドです。5ポンドですね。はい、あ、ラインです。じゃあ、まあ、そうなんです。ラインの様にしますね。はい、僕は、うちのパスプルーバー 59SML ですね。リールは、ちょうど同じ2000番のハイギアですね、はい。僕は P ラインラインは 0.65 に、リーダーが、フーローローの5ポンドですね。まあ、よく僕がこれぐらいの規模のカーで使うセッティングになってます。で、まあ、リーダーの長さってどのぐらいなんですか。ね、まあ、一広から始めて、はい、今ちょっとあの傷ついちゃって短くして、あ、短くしてって、でもそれでも1メーターぐらいはなんか、まあ、そうですね、ですね、はい、うん、まあまあ取る感じですね、はいはい。まあ、そんな感じで今日のタックルは、そうですね、で、フック、あ、そうそう、フックはこれ、バンフック社のやつですか。バンフックさんですね、はい、はい、の私も同じのつけてます。はい、PL41 ってやつですね、はい、まあ、ちょっと外軸の6番ですね。6番の、パーフェクトベンドですね。まあ、今日ね釣ってきた魚みたいにちょっと大きめの魚がかかった時に、うん、まあホールド力もあるし伸びづらいし、うん、安心かなっていうところで、まあ、このモデルはこのフックを採用することにしました。そうですね、はい、サベリサイズが私も今日釣ってみてやっぱり大きいじゃないですかで、このパーフェクトってなかなか今意外とエリアではつかないんですよ、うん、そうです、そうですね、だけど今日使ってみたら、刺さり見ると、あ、このカーブがね大きいから、なんていうの、刺さっちゃったらこう懐の深さが出て、ね、逆にね、こういう魚のところはバレにくくなっていいかなみたいな感じは、ね、イメージはしました。まあ、ちょっと使ってみて、使わず嫌いだったっていうか、嫌いじゃないんだけどまあまあこういうね、そうと、あの、フィールドに合ってますよね。合ってると思った、ね、うん、普段の多分行かれてるフィールドだとまた別のフックが良くなってくるし、そう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 ですね、はい。まあ、今日のタックルはそんなところでした、はい。